1万円以下で買える間違いない布団乾燥機、買い替えに最適な大人気商品です。じゃじゃん、おお。本番行きます。靴とか衣類も乾かすことができます。カメラ OK、 音 OK、 ヤシ OK、 用意スタート。はい、どうも皆様、こんにちは。監督ラボの監督です。きっかけ、現在なんですが、こちらの布団乾燥機を使っております。2010年製なので、まあさすがに2010年に買ったとかはないんですけども、かなりこちら使っております。今買うと決断したきっかけなんですけども、まず一つ。とにかくですね、どのサイトも結構トップに位置する大人気商品だからです。二つ目、コスパがいい。実家に置いてあるっていうのもですね、一つ購入の決め手になりました。今回購入した商品は、アイリス大山の布団乾燥機、カラリエです。はい。で、型番がですね、FKC3WP パールホワイトのこちら乾燥機を購入しました。他にもですね、ピンク色のものが販売しております。で、こちらの特徴としましては、もう本当にシンプルです。はい、この4つです。あとはまあ、手動モードもついております。はい、ではですね、早速開けてみたいと思います。取り扱い説明書、結構大きめに書かれておりますね。蓋が開きました。ここにですね、ノズルが入っております。シンプルにですね、こちらのみとなっております。はい、では袋をじゃじゃん。おお。重さが 1.8 です。比べますと、あ、ダントツでこっちの方が軽いです。はい、ではですね、早速機能をですね、簡単に紹介していきたいと思います。まず予約タイマー、温め予約、就寝する時間に合わせて予約することができます。これやっぱ便利ですね。好きな時に自動で電源が入ってくれるという、こちらですね、4つのモードがついております。まあこれ4つってのも簡単でいいですね。冬、夏、温め、ダニ、この4つです。冬はですね、パワフルな温風で一気に乾燥させます。冷えた布団がふんわりと仕上がります。夏、寝汗など湿った布団を温風で乾燥させてくれます。爽やかな風を熱気で逃しカラッと仕上がります。温め、こちらですね、冷えた布団を短い時間で温めてくれます。4つ目、ダニ、ダニが死んでしまう約50度以上の温風を出します。その他にもですね、自動モード、手動モードというものもついております。本体なんですけども、布団とは別にですね、靴とか衣類も乾かすことができます。あとこちらですね、以前監督が持っていたものはですね、なかったのですが、こちら液晶ディスプレイがついておりまして、残り時間も見ることができます。便利。でこちらですね、先ほどノズルと言ったんですが、靴ですね、靴用のものとなっておりました。ちょっとつけてみましょう。はい、あ、こちらにですね、靴を差し込んで乾燥させるというわけですね。コンパクトで軽いし持ち運びもできる。でもかなりパワフル。こちら使い方がとても簡単でして、ホースをですね、まず伸ばして、かぶせて、ボタンを押すだけでできちゃいます。もう3セットです。使い方はですね、この立体ノズルなんですが、全開することで、布団の中に空間が作られるというですね、より隅々まで暖かい空気を行き渡らせることができます。はい、こんな感じになっております。で、ちなみに監督はですね、楽天で購入しました。その時ですね、本体価格が8279円。それで1000ポイント使いまして、7279円で購入することができました。とても大満足です。買い替えに最適な大人気商品です。カラリエです。カラリエ、動きです、動き、グー。本当にシンプルな作りですね。痛い肉が。